はい、どうもちです。今日はですね、いよいよ来ました。ミックスボイスについてお話をしていこうと思います。で、ミックスボイスって何なのってことなんですけど、まあ、簡単に言うと、地声、チェストと裏声、ヘッドボイス、これらをうまくこうミックスして一本でつなぐっていうやつですね。はい。まーっていうチェストボイスから、まーっていうのを一本でつないで、今のは結構閉鎖がちょっと緩めかなっていう感じなんですけど、そういう感じで一本でつないでいきます。はい。で、こういうミックスボイスの練習なんですけれども、多分ね、多くの人がいろんな動画見たりとか、いろんな高サイト見たりとかやって、手を L 字録をうまくいかないっていう人が、ね、結構ほとんどだと思います。8割、9割がそういう人だと思います。じゃあ、なんでうまくいかないのかっていうところから説明していかないと、練習方法だけ教えても、同じ感じにね、うまくできませんっていう風になっちゃうので、なんでうまくいかないのかっていうのを最初お話しして、でそこからトレーニングをね、またいくつかご紹介していきますので、ぜひそういう感じでね、ご覧いただければなというふうに思います。で早速ね、ミックスボイスがうまくいかない人の原因をお話ししていくんですけど、まず一つ目です。一つ目ですね、低音のクオリティが低いですね。低音のクオリティが低い。低音のクオリティって何なのかっていうことなんですけど、簡単に言うと、チェストボイスの安定感ですね。チェストボイスの安定感です。で、チェストボイスってじゃあ何なのってことなんですけど、まあ、地声って言ってもいろんな地声があるじゃないですか。で、地声の中で男性だったら大体ですね、 G の4番ぐらいまでは安定して出したいんですよ。 G の4番くらいまではある程度力まずに一定の安定感を持って出せるようになることが必要なわけですよ。ここで力んじゃってる人がミックスボイスの練習した時に地声がもうグラグラだから上の方に持ててもそれはもちろん上の音域もグラグラになっちゃうみたいな感じで崩れてしまうわけです。で、これはまず一つ目ですね。で、次二つ目がですね、じゃあ低音は安定してますと。低音はある程度出せますよ。力みませんよ。けどなんか上に行ったら裏返っちゃったりとか、高音が続かなかったりとか、なんか息が多くなっちゃうんですよね。これなんでかっていうと、これ高音のクオリティが低いってことですね。高音のクオリティ何なのってことなんですけど、これはヘッドボイスです。ヘッドボイスのクオリティが低いわけです。はい。裏声が力んじゃうとか、裏声が息漏れが多いとか、詰まっちゃうとかっていう状態を残しておくと、うまくこうミックス持っていこうと思った時に、繋がらない。もしくは繋がっても何か力みが残っているっていうような可能性が、残ってしまうっていう感じですね。はい。じゃあね、これらの問題を解決してミックスボイスを習得していくにはどうしたらいいのかってことなんですけど、今からトレーニング方法をね、順番にやっていきます。で、これを順番にやることによってあなたの喉の筋肉が適度にバランスよく調整されてミックスボイスをすごく出しやすい喉のね、状態に仕上がっていくと思いますので、ぜひね、この順番通りにやっていただければなというふうに思います。はい、じゃあまず一つ目がですね、チェストボイスのウォーミングアップ。チェストボイスのウォーミングアップをします。はい、こういう感じでですね、結構低めからいくんですけど、ここをマミムメモのマで、ママ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 マっていう感じで出してほしいんですね。はい。で、キーどこまで上がるかっていうと、ちょうど1オクターブ上の、トップが G の4番ですね。G の4番のところまで上がっていきます。まあ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 、ここまでですね。でここまで行った時に力まなければある程度チェストボイスはもう安定してるよっていう風に言えるので、まずちょっとね、僕と一緒にこのスケール練習をしてみましょう。じゃあチェストボイスやっていきます。まあ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 ラストです。まあ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 、はい、お疲れ様です。で、ここまでで力まなければチェストボイスはもう大丈夫です。今 G の4番まで来ました。じゃあここから上をね、じゃあチェストで持っていくってなると、まあ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 って結構ね、押しすぎて、なんて言うんだろう。結構詰まってくる感じがあるんですよ。なので、このね、詰まってくる感じを、取っていくためにですね、ヘッドボイス。次はヘッドボイスの調整をしていきます。はい。で、ヘッドボイスでどういう風に声出しするのということなんですけど、こんな感じでですね、
ここちょっと裏声で出してみてください。で、まずはハヒフヘホのホで、顎は絶対に上げずに、ふーってこう細くなっちゃうので、こういう感じでちょっと裏声出してみてください。はい。で、この裏声のホの出し方で、とりあえずですね、はい、D ぐらいまでいきましょう。はい、ハイ A からハイ D までヘッドボイスで出していきます。はい、じゃあ裏声を出していきます。ラストです。ありがとうございます。で、これでまず裏声をちょっとね、なるべくこう細くじゃなくて、こうしっかりと顎を引いて、ちゃんと口のね、口蓋の方に響きを当てていった、柔らかめの裏声をまず出すと。はい、じゃあここからミックスボイスの練習に入っていくんですけど、一本くらいつないでいくっていう練習ですね。で、こんな感じですね、結構シンプルでいいんですけど、結構低音ですね。低音からバビブベボのバを使ってですね、結構この胸の方に厚く最初残していただいて、この F の4番までバッ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 、こんな感じで大丈夫です。下の音域は本当にあなたの楽な音域から始めてもらって大丈夫なので、トップの音ですね、これから指定していきます。トップの音に向かってバビブベボのバで登っていくっていう感じでちょっと出してみてほしいです。で、トップの音域なんですけども、ここから、ハイ C かな、ハイ C まで、F の4からハイ C まで、1個ずつやっていこうと思います。はい、じゃあ僕と、こういう感じでやっていきましょう。いきます。パッ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 パ詰まりやすいというか、結構顎とかベルとかにも力が入りやすいので、最初ちょっとケロッとしちゃっても大丈夫です。パッ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 、全然なんかこうケロッとしちゃっても揺れちゃっても大丈夫なので、力ませずになるべくこっちのね、この厚みを残しつつちょっと鼻に持っていくっていう感覚で、最初やってみてほしいかなというふうに思います。で、これができたらですね、次は、さっきのはチェストのアプローチというか、こう低音をなるべくこうこっちを意識した、高音までの持っていき方だったんですけど、今度は、ちょっとこのね、鼻の方強めの、出し方になります。はい、こういう感じでですね、ねい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 っていう感じで、ねいねいねいでやっていきます。はい、じゃあこれも F4 から配信まで一緒にやっていきましょう。いきます。ねい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 ねね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 
はい、っていう感じで、配信までネイネイネイで次はやってみてほしいんですけれども、ネイネイネイってなるとちょっと閉鎖が強くなるんですよ。で、なのでちょっとこう音としては声としてはちょっと硬めの声というか強めの声が出るかなというふうに思うんですけど、その時に、喉をできませちゃったりするとこういうところとかね、ハイビーとかハイエーとかがねね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 ってこうね、どんどん地声の方に行っちゃって、どん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 力みが入ってきちゃうので、なるべく最初は地声ミックスの練習ではあるんですけども、最初は力ませずにちゃんと出せるかどうか、特にこのハイエーハイエーシャープハイビーとかここら辺の音域、G も含めてなんですけど、でまあここら辺の音域を力ませずに最初はねね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 とかねね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 これがねね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 っていくとめちゃくちゃこう重くなってくるので、ちょっとなんかこう裏声成分の方に入っちゃっても最初は大丈夫なので、ねね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 とりあえず体幹ここ苦しくなくハイビーまでいけるよというような状態をまずは作っていってください。はい、で、まあ、こういうのがある程度安定してくるとちょっと強めのミックスとかもできてくるんですよね。はーみたいな感じの、もうちょっとかな、はーみたいな感じで、ちょっとさっきのそのネイネイと比べてちょっと強めのミックスが出せるように、簡単に出せるようになってくるので、そういう感じで調整をしていってください。まずは柔らかめの状態で一本化を作って、でそこに腹圧とか、閉鎖を加えていって、徐々にミックス、地声ミックスの方にしていくっていう感じでやっていくと、すごいなんかこう健康的に上達ができるかなと思うので、そういう感じでやってみてほしいです。はい、じゃあ今回以上になります。すごい役立ったな、参考になったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。